筋トレ朝から頑張ってタンパク質を取らなきゃいけないから今からお肉を買ってきます。はい、お肉買ってきたよ。これでもね、本当はね、本当のお肉じゃないの。これとか本当に肉に見えるよ。これも普通のパテに見えるじゃん。でもね、お肉じゃないの。代替肉です。これらは代替肉です。とりあえず豆がいっぱい入ってるね。本当にお肉の味すんのこれ。グランドビーフ、これが、まあ10ドル。で、パテ2つ入ってんのがね、6ドル。ソーセージはね、4個入ってて、9ドル。これは本物のお肉の、オーガニックのいいお肉は、1オンスあたり43。こっちの本物のお肉じゃない、ビヨンドミートは1オンスあたり62。だから本物のお肉の方が、ビヨンドミートより安い。でね、今回のメインはこの人たちです。てかずっとさ、お肉コーナーに売られてて、まこずっとお肉って思ってたの。そしたらね、本当はね、肉じゃないらしい。で、っていうのを知ってからずっと気になってて食べたかったんだけど、結局この人たちは、フードテックによるテクノロジーを用いてお肉そっくりに作られた植物性代替肉。代替肉と、大豆ミートの何が違うかはよく結局わからなかったけど、多分これは本当にお肉に近くなるように極力成分とかその元素レベル、原子レベルでいろいろ調節していって作り出したものが代替肉で、大豆ミートっていうのはあくまでも大豆がメイン、お肉の代わりにしようと思って作ったものではなく、これとはある意味理由が違う、目的が違うんだと思うんだよね。これね、豆腐ソーセージなの。豆腐でできたソーセージ。意味わかんないよね。でも今アメリカで一般的に流通してるのがビヨンドミートっていうメーカーとインポッシブルっていうメーカー。このなんかビヨンドミートとかインポッシブルとかこの辺のとかはこれからの食材、なんか新しい食材っていうように売り出してる。日本にもお肉を使ってないそのもの、製品、商品を作ってる会社があるらしくて、それが大塚食品のゼロミートっていうやつと、日本ハムのナチュミート。ナチュミートだってかわいい名前で、なんか海外はビーガンベースにしてるから卵と乳製品を使ってないんだけど、日本のはベジタリアンベースにしてるから卵と乳製品が入ってるから、そのもう本当に動物性のものを入っていないっていうのはそのこの2つとか、その他にもオランダにもあったんだけど、海外で作られてるその代替肉で、これの主な原材料は大豆、ポテト、植物油と、っていうものが入っております。あ、グルテンフリーだって。こっちは原材料が水で、エンドウ豆、だって緑豆入ってるんだけどね、緑豆ってね、解毒作用あるんだよ。薬膳的な話なんだけど。で、あとうんぬんぬんってやって、この色ね、これ結構茶色っぽいじゃん。で、これはなんかビーツのエキスで色をつけてるんだって。これはね、ノーソイ、ノーグルテンなの。だからこれは大豆を使ってないの。なんか日本だとその、まあ、納豆とかもあるしさ、大豆とか日本のお豆の代表例じゃん。健康にいいイメージだけど、海外とかはあの大豆をその避ける人がいるんだって。だから多分こういう風に農村のやつとかもあるんじゃなかろうかと思っております。これでハンバーガーを作っていきたいと思います。なんか犬の餌みたいな、犬のなんかあの柔らかいやつの餌みたいなのを、匂い減らしたような匂い、コンビーフみたいな感じの匂いかな。どっちかっていうとオールフレーバーノーカーって書いてる。
グラウンドビーフ。でもグラウンド、use like ground beef か。おお、これめっちゃ、これ色全然違う。なんか犬の餌いい匂いにしたような感じ。なんかお肉じゃないもの、お肉みたいでお肉じゃないもの触ってる、触るのなんかすごいなんか変な感じ。あのお肉より硬い。一個一個の物体がなんか塊がなんかしっかりしてるからすぐ固まるから別につなぎなくても全然いい。逆につなぎなくていいからヘルシーか。ほらめっちゃ綺麗じゃない？え、すごい。こっちの方がなんか本当にお肉っぽいかな、触った感じはどっちかっていうと脂身がちょっと多い気がする。こっちの方がなんかもっとパサパサしてゴツゴツした感じ。これあのお肉のぬめりとかを全く手に残らないからそれはいいね。これパンのバンズじゃない、パンのバンズじゃなくてハンバーガーのバンズ買ってきたんだけど、こういうの普通にいっぱい売ってる。行くよ行くよ行くよ。おーすごい10とか言ったよ。あでもパラパラに、え、すごいじゃん。そりゃそうか、違う物体として思っちゃうから、なんかもう食べ物じゃないみたい、肉みたい。何かが出てる。ビヨンドミートの方がなんかバチバチしてる。途中のさらばバンズ色はやっぱりインポッシブルの方がそもそももともと赤かったからお肉っぽいね。ちょっとマスタードたっぷり。うん、両面を4分4分焼いたらいいんだって。トマトウスターソース、これは取っておきます。ちょっとオーブン入れます。トマトトマト、あ、え？どっちかどっちか分かんないよ。アボカドインポッシブルビヨンド、うわパン潰れちゃったよ。おお、なんかインポッシブルの方が肉っぽいわ。え、いくよ、こっちか、肉っぽいからこっちかいくよ。なんかちょっと臭い。存在感が薄い。なんか 100% 中肉の存在が 20% ぐらい。なんかああこの辺にいたみたいな感じ。こっちも食べるね。肉ではないけど肉って感じ。意味わかんないか。マコはこっちの方が好き。マコはビヨンドミートの方が好き。わかんない。こっちひき肉だったから、もしかしたら、もうちょっとなんか味付けたら、それっぽくなったかもしんないけど、なんか、こっちの方がね、甘い、ちょっと甘みがあって、決して肉肉しくはないけど、お肉、と思う。これ植物性のものとは思わない。普通に肉、肉。これは普通に肉。で、こっちは、まあ、こっちも美味しいよ。どっちも美味しい。どっちも美味しい。ビヨンドもインポッシブルも美味しいけど、こっちの方がもっと、なんかあの、フレーバーが強いから、なんか、存在感はある。こっちの方がなんか、地味な存在感。存在感はビヨンドの方があるけど、どっちも美味しいよ。うん。え、インポッシブル、肉だけの方が美味しいかも。イタリアンフレーバーのソーセージだけど普通にうまい。これがこっちの方が食感はお肉っぽいかも。なんかパテの方がもうちょっとなんかペタってした。だから普通に美味しい。え、全然マコソーセージこれ好き。ソーセージより好きかも。だから全然関係ない。豆腐ね、なんか美味しくないわ。え、これマジ美味しくない。豆腐の水気を完全に切った豆腐にガーリックの味を加えた豆腐。え、だからこれと比べたらマジで大体肉すごい。てか普通に肉だよ。え、肝臓はね普通に美味しい。あのお肉てか100点。肉の代わりにこれ全然食べたいし、肉の代わりじゃなくてもこれ全然食べたい。普通に物体として美味しいと思うし、動物性のものも使ってないから
体にいいかは分からないけど、まあ、結局何でも極端にさ食べるのは良くないじゃん。何でもバランスよく食べた方がいいと思うから、その体にいいかどうかはちょっとコメントはしないけど、普通に美味しいし買うべき商品です。あ、なんかビヨンドミートはもともとその日本に進出する予定だったらしいんだけど、まあ、一回それがなくなったんだって。でもあの中国に大きい工場を作って中国に大きい工場を作ったらしいから、多分そこからアジアに進出してくると思うから、だからそしたらみんな絶対買った方がいいよ。絶対買った方がいい。普通に買って食べて美味しいから。